皆さんこんにちはこんばんは、ここまチャンネルのショーが今日は、組み合わせの科学、脳と体と心をお届けいたします。よろしくお願いいたします。このタイトルですけど、組み合わせの科学、これはね、まあ、前から昔から言われていたんですけど、まあ、最近、科学の研究がいろいろなされてですね、まあ、はっきり分かったことがあるんですよ。その結果をお届けしたいと思うんですけども。 えー、まあ、詳しくお話をするとですね。7日間かかってしまうので、まああのこれをちょっと短時間に縮めてポイントだけをですね。組み合わせてお話しさせていただきます。まずですね。まあ、例えを最初にお話しするんですけども、あの料理ご飯まあ、食事ですよね。食べ物がわまあこれおいしいっていうのあるじゃないですか。まあ、レストランに行ったりね。まあ、食堂でもいいですよね。あ、これおいしいなってのあるじゃないですか。これはね。全部？ 組み合わせなんですよ。なぜかというと、人間のベロ下というのは、点がね、スイッチがいっぱいあるんですよ。点、点、点、スイッチが。小さいスイッチが。もう数えきれないほど下にスイッチがあるんですよね。そのスイッチというのは、まあ、あの、しょっぱい塩を感じるスイッチとか、辛いのを感じるスイッチ。まあ、辛い部分をキャッチするんですよね。そういうスイッチ。これは、あの、別なんですよ。だから、塩分と、 あと甘み、甘いのをキャッチするスイッチもあるんですよ。だから砂糖とかチョコレートとかを、まあ、口に入れたり舐めたりすると、そこのスイッチがピッ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 って入って、脳があ甘いんだっていう信号を受け取るんですよね、下から。で、あ甘いな、美味しいなっていうのを感じるんですよ。で、この段階がすごく早いんですよね。 だから、ベロのスイッチが入った瞬間、も脳はそれをキャッチするんですよ。しかしですよ、甘いのだけを食べていたらそうなんですけど、料理って違うじゃないですか。例えばの酢豚を食べたときにね、まあ、お酢も入ってるし、なんかちょっと甘いものも入ってるし、まあ、塩も入ってるでしょうしね、まあ、油の味もあるでしょうし、あと肉の味もあるじゃないですか。あと野菜とかの、いろんな野菜の味がありますよね、人参とかね。で、そういう、 いろんな、その、栄養だとか、味だとか、それが、下のスイッチを、ぐわーっと、もう、波のように押していくんですよ。口に入れた瞬間。だから、そのスイッチが、ババババババって、いろんなスイッチが入ると、脳がそれを、ま、組み合わせるんですよね。頭の中で。まあ、これ本当、あの、瞬時にしてるんですよ。もう、ほぼ、ま、口に入れて、 あの、噛んでいるときに同時に脳がバン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 とそれを、まあ、組み合わせて、キャッチしたものを組み合わせて感じさせるんですよね。心に感じさせるんですよ。で皆さんの心に感じさせるので、ああ、美味しいとかなるんですよね。もちろん塩分だけが強かったら、いや、なんかしょっぱいぞということになるんですよ。その、組み合わせはいいんですけど、組み合わせのバランスなんですよね。塩分だけが多かったら、 ああ、なんかしょっぱい、あんまりおいしくないなってなっちゃうじゃないですか。だから、組み合わせがいかにうまくバランスよくできているかで、料理のおいしさっていうのが決まるんですよ。これが今日の話の全てなんですよね。例えなんですよ。ということはですよ、あの人間がね、今日の話は健康に長生き、あの若さを保ったまま、またはあの若さを取り戻すということですよね。 体に健康、若さをまあ維持するための方法というのがね、研究結果で分かったんですけど、いかに組み合わせのバランスがいいか、多くのものを組み合わせているかなんですよ。本当に。これがまあ一番体にはいい、脳にもいいんですよ。脳と体にいいということは、今ね、料理の例えでお話ししたように、 いろいろバランスよく組み合わせて、心に、その後に心に感じさせるんですよね。ああ、美味しいというふうにね。だから心と、まあ脳と体というのは全部まあつながってるわけですよ。一体化なんですよね。だから体が健康で脳がはっきりして、まあ、記憶力もいい、思考力もいい、想像力もいい、ということであれば、 心は豊かになっていくんですよね。これが組み合わせの科学なんですよ。では一体ね、まあ、若さを保ったり、まあ脳の働きをね、良くしたり、体の健康を保つためには、何をどういうふうに組み合わせていけばいいのかということなんですけど、まずね、もう一番大事なのは、体にいい食事です。ご飯。これがナンバーワンですね。 やっぱりね、人間っていうのは、もうそれでエネルギーを、まあ、食べるものから取って生きてるんですよ。食べるもの、まあもちろん水も大事ですよの。飲むものですね。飲むもので生きてるんです。まあ飲み物はね、前もお話ししましたけど、7対3の形で7がきれいな水。水道水じゃないですよ。きれいな水ですよ。きれいな水が7。毎日毎日、まあ飲むもの。 吸収する水分は7割が綺麗な水じゃなきゃいけないんですよ。で残りの3割はもうビールだろうがコーヒーだろうがオレンジジュースだろうが牛乳だろうがね、なんでもいいんですよ。でそれを考えると結構現代の人って水が少なくて逆になってるかもしれないですよ。もう9対1ぐらいになって、もう水は1ぐらいしか飲まないっていう人多いんですけど、どんどん体は老けていきます。それをやるとね、なぜかというとね、綺麗な水じゃないと もう内臓に負担がすごくかかるんですよ、ものすごくね。で、きれいな水は早く体に循環するけれども、例えばのコーヒーとかは、1回ろ過してね、その中からあの水だけをちゃんと取ってっていう作業がどうしても体の中に必要になってしまうので、ものすごい体にはね、負担がかかるんですよ。だからお茶を飲んじゃいけないということじゃないですよ。7対3 3の方がお茶ととかかコーヒーヒ まあ牛乳とかね、そういう色のついたものなんですよ。色のついてないちゃんと綺麗な水を、まあ浄化した浄水器の水でもいいしね、まああの買ってきた天然水でもいいんですよ。が7割じゃないといけないんですね。これがね、まず基本の基本。7対3。7割が綺麗な水。まあ飲み物はそれでいいんですけど、食べ物ですよね。食べ物、まあ食事、まあ料理になりますけども、 まずあの、果物、野菜、ま、いろんな料理あるじゃないですか。魚、肉、乳製品。あとは、ま、塩とか砂糖の、ま、調味料的なもの、油も含めてですね。卵、穀物、ま、ナッツ類、豆類ですよね。お茶とかコーヒーとか、ま、飲み物も同時に料理と同時にビールとかね、あの、摂取する人もいるでしょう。それの全体の料理ってバランスなんですよね、食事って。だこのバランスが大事です。 でも、あの、野菜がね、問題ですけど、やっぱり農薬がね、かなりかかっているものっていうのは避けた方がいいですね。私、あの、実際に自分で、例えば、の、長野県のレタスを作っている農場に足を何回も運んで、どういうふうにレタスを作っているのか、年間通して何十回も行ってみましたよ、実際まあ、ここで言うとね、バンされちゃうんでダメなんですけど、あの、 まあ野菜はよく調べてください。インターネットで今、スマートフォンがあるんでね、どんな野菜がどういうふうに安全なのか、ね、あのどういうふうに作られているのか、まあ、インターネットで調べたらわかるんでね、まあ、調べて、まあ、安全な野菜をなるべく買うってことですよね。まあ、農薬使ってる野菜でも、中まで染み込んでないものもいっぱいあるんでね、まあ、外側洗えば大丈夫っていうのもありますしね。 だからそこら辺は自分でね、こう調べないといけない。これ触れるとね、これ触れるとね、相手ごとあのバーンされちゃうんですよ。間違いなく。触れられないんですよね。だから触れてる YouTuber の人一人もいないんですよ。ちょっとあの触れられない内容っていうのは YouTube にあってですね。何種類かあって、それもまあ、言えないんですよね。言うとバーンされちゃうんで。本当に。だから、あのー、まあ、それはちょっと調べてみていただければと思います。で体の良い、ね、体にいい食事をするっていうのは一番ですね。 で、2番目なんですけど、これ、運動です、運動。これを言うとね、いろんな方がいてびっくりするんですよ、まあ、最近の話ですけど、いろんな方のね、まあ、あの私、仕事をやってるんですよね、これ、YouTube で私食べてるわけじゃないんですよ、YouTube はあの収益が、ね、無効化されて、もう広告入るらしいんですけど、収益無効になってるのにね、あの収益が停止されてるのが多いんですよね。 あの、要するにあんまり喋っちゃいけないことを喋ってるんで、まあ、スポンサーがつかないっていうことで、まあど、どうでもいいんですけど、そんなのね、もうしょうがないんでね、あの、喋りたいことを喋る、喋りたいことを喋っていくっていうのは主義なので、まあ、それはいいんですけど、仕事をしていて、あの、小さな相談もあれば、まあ、大きいね、あの、大変な相談、まあ、ちょっと国がらみの相談とか、いろんな、あの、相談を受けて、 まあそれを解決っていうかね、いい方向に導くという仕事をしているんですよ、ずっとね。あの外国の方も多いですよ、かなりね。で、それをやっているんですけど、あの小さいね、あのまあ、小さいって言ったらその人にとって真剣なんですけど、痩せたいという相談があってですね、最近ですよ。で、いやその人は前からあの少しずつ相談をされてるんですけど、 でああ久しぶりですねって言ってああ、お願いしたいんですけどっていうことで相談を受けてるんですが、あの最近太っちゃったらしいんですよね、年齢が年齢で45歳、えーまあ、女性としてはだんだんホルモンのバランスが、ね、関係して、体がふくよかになっていく、まあ、年齢じゃないですかで、痩せたいので、なんかあのブルブルマシンっていうのを買ったって言うんですよ、なんかブルブル体が震える、なんか結構高くて、20万ぐらいするんですけど、乗っかって、 で、ベルトか何かを腰に、まあ、痩せたいところかなそこになんかこう、寄りかかるようにして、スイッチを入れるとそこはブルブルブルってなって、痩せるという。で、これで痩せますかって言われたんですけど、まあ、痩せるかもしれないですよ。いや、本当に。いや、痩せないとは言えないですよ。痩せるかもしれないけど、あの、持続性はないんですよね。それって。だって、他力本願じゃないですか。自分で運動してるわけじゃないので、 やっぱり自分で運動しないと筋肉ってつかないんですよ。筋肉つ,つけないと体は丈夫にはならないです。だって筋肉で支えてるんですよ。例えばあの、腰の骨って大事じゃないですか。太ももの骨とかね。そういう骨って筋肉で支えているので、一生懸命よく階段を登ったり歩いたりすれば、当然腰っていうのは筋肉で支えられるんですよね。 だから、あの、腰痛とか少ないんですよ。そういう人って。だけど、あんまり歩かない。で、なんか、いつもゴロゴロ、あの、家の中ゴロゴロしてる。ね、横回転が多い。ゴロゴロゴロってね。そうすると、まあ、当然筋肉つかないで弱っていくので、腰が痛くなるんですよね。で、そういう方って、どうするかっていうと、多くの方が、そういう方は、整体院に行くんですよ。で、整体院に行って腰とか、あの、なんかやってもらうんですよね。針とか。 あの整体で、視圧とか、あの温熱マッサージとか、で一時期いい感じがするんですけど、でまたあのちょっと時間が経つと、また腰が痛い、でまた整体に行く、マッサージやる、まあいろいろ繰り返して、まあ、たり力本願じゃないですか、人の手による視圧、人が針を打つ、でこれって一時期いいんですけど、あの先々やっぱり痛くなっちゃうんですよね。 なぜかって言ったら、だって腰を支える筋肉がなくなってきてるんですよ。でもそれを理解しないで、やっぱり運動するの嫌なんでしょうね、きっとね。自分でね。めんどくさいんだと思うんですよ。だけど、あの運動して腰を、ね、骨を支える筋肉をつければ、本当にあの多くの腰痛っていうのは良くなるんですよね。改善するんですよ。あの太ももの筋肉をつけたりねで。太ももってとっても大事で、太もものところであの綺麗な、 あの、まあ、血液に流し込む、あの、いろんな、ま、成分を作ってるんですよね。その、大腿骨っていう骨の中の髄で、太もものところが結構多く、体にそれを供給しているので、でもそれって周りの筋肉が発達してないと、いい成分がたくさん出ないんですよね。だから、とにかくよく歩く。あと、階段は、あの、きちんと登る。で、それを、 まあ、繰り返さないといけないんですけど、まあ、組み合わせなのでね、あの、ジムで、なんかベルトコンビアの上をね、なんかネズミさんのようにね、ハツカネズミのように走ってる人いるじゃないですか。まあ、悪くないんですよ。あの、運動しないより多分いいと思うんですけど。でも、あれって同じ平面をただ走ってるだけなので、組み合わせってないじゃないですか。まあ、ランダムにスピードが変わるの最近ありますよ、そういうのもね。いや、だけど、所詮平らじゃないですか。で人間って、あの、不思議な話ですけど、 デコボコがあったり、階段があったりで、結構、あ、ここは階段があるとか、脳が勝手に判断して、体のあっちこっちの筋肉を微妙にバランスをとって、少しずつつけてくれるんですよ。だから、あの、デコボコがあったり、いろんな、あの、なんか、要素がある、ちょっと風景が変わるとかね、ちょっとこう、曲がっていく道があるとか、上り坂があるとか、下りがあるとか、 何か避けなきゃいけないとかね、そういうのがあって、その組み合わせのバランスで筋肉がついていくんですよ、いろんな。だから、同じ運動ばっかりをあのベルトコンビアの上に乗っかって、ただひたすらそれを30分やるって、悪くないですよ、悪くないけど、よくもないんですよ、本当に。だからあの、やっぱり日常生活の中でね、何か取り入れていくっていうのが一番いいと思うんですよね、特別ジムに行くんじゃなくてね。 まあそういう運動を、でも毎日のように、まあ、軽い運動でいいんですよ。あの今からね、プロレスラーになるわけじゃないですからね、格闘家とかね。一日本当10分の運動でいいんですよ。体を柔らかくして筋力をつける。この運動をねうん。だからあのスクワットだけを毎日やる人もいるけど、本当にいいの気じゃないんですけどね、スクワットを2000回とかね、あの毎日何百回とかね。 あの、ダチョウみたいな体になっちゃいますからね。まあ、だから、それってどうかなと思いますよ。あの、組み合わせなんでね、スクワットだけやってればいいってもじゃないですよね。本当に。体はダチョウになっちゃいますから。あのだから、なんかちょっと格好悪いね、体になっちゃって、まあ、それでもいいっていう人は、私、ダチョウでもいいんですよっていう人はいいんですけど、あんまりいないと思うんですよね。だから、ちょっと運動もね、あの、体の柔らかさも含めてっていうことですよ。 柔らかいの必要ですよ。体が柔らかいと心も柔らかくなるんですよね、人間ね。まあ、食事と運動。まあ、これが大事。あとね、あのー、趣味的なものになりますけど、ゲームとか読書とか絵を描く、楽器を奏でる。あと、何らかの作品作りですね。まあ、なんでもいいんですよ。自分の集中できる、ああ、なんか自分はこれ好きだな。あ僕はこれ好きだなとかね。あ私はこれやってる時は大好きっていう何か作業的なもの。 まあ、毎日じゃなくてもいいですからね。まあ、一週間のうち何日しかそれに取り組むということですね。これとっても大事なんですよ。あの、脳にいいんですよね。本当に。だから今のところその三つですね。体に良い食事、運動、ゲームなど、まあ、読書、絵を描いたりね、趣味的なもの。まあ、それをバランスよく取り入れるということですね。まあ、この三つがね、あの、組み合わせをしながら一週間の中で やっていくっていいいくうのはいいですねだから運動もね、毎日まあもうできないっていう人も、最低ね、まあ、2日、3日に1回はやったほうがいいですよ。ああの3日以上空けちゃうとね、体元に戻っちゃうんですよ。だから2日、3日に1回は最低やるというのはいいですね。まあ,あ、大変だったら、体がね、大変だったら2日に1回ずつ、あの10分ずつやるとかね、それだけでも全然違いますからね、あの軽い運動をやられるといいと思いますね。あとはですね。 これ自分からやるものじゃないんですけど、体を冷やさない。これ基本なんですよ。足とか体、冷やさない。人間の体はね、冷えると免疫力は必ず落ちます。体にいいことは何もないんですよ。だからこれはね、脳にも関係あるんですよね。体は温めて、脳はそんなに温める必要ないんですけど、体はね、首から下はね、温めておかないといけないんですよね。体は冷やさない。眠るとき特にそうです。 寝ているとき、体が冷える、足が冷えるってよくないですから、から体が冷えないようなあの、何か睡眠をね、取らなければいけない。で、睡眠に関係あるもう一つなんですけども、8時間以上睡眠を取るということ、これ大事なんですよ。あのこれあの、4時間ずつでもいいんですよあの。8時間ずっと続けて寝なくてもいいんですよあの。2時間、6時間とかね、それでも全然構わないんですけど、まあ、合計でなるべくね、8時間睡眠を取るといいんですよね。 体にはとってもいいんですよ。まあ、続けて8時間眠れるんだったらそれは一番いいですよ。だから睡眠、これ大事です。睡眠ね、ね眠るときに体冷やしちゃいけないですから冷やさないっていうのも大事っていうことで、これは組み合わせになりますよね。体を冷やさずに8時間以上一日に眠るということですね。そして、最後なんですね。体内に化学物質を入れない。これはとても重要です、現代では。まあ、先ほどね、 ま、料理のところで、野菜に関係する農薬。まあ、それもそうなんですけど、日常の中で化学物質を体に入れてしまってることっていうのは多々あるんですよ。例えば、柔軟剤ですよね。皆さん、あの、柔軟剤の成分って知ってますあんまり言うとバンドされちゃうんですけど、あの、あれって、あの、本当に、あの、冗談でも嘘でも何でもなくてね、あの、柔軟剤の成分って固形物質なんですよ。固体なんですよね。あの、 まあ、ビーズのちっちゃいやつ。本当に。ま、プラスチックとまではいかないけど、まあ、それに近いものなんですよ。本当ですよ。だから、あれって吸い込んじゃうと、ものすごい、あ、これ以上言えないんですよね。ま <laughs>、ものすごいんですよ。ほんに。だから、あれはね、基本的にね、やめた方がいいです。本当に。やめた方がいいんですよね。だって昔なかったですよね。柔軟剤って。あれは、 まあ、どっかの企業が、まあ、いいだろうと思ってね、まあ、発売して、定着して、当たり前になってるものなんですけど、あれはね、良くないですよ。あと、芳香剤、トイレとかね、置いてある。あれも全部固形物質なんですよね。本当に。タバコを吸わない。私、タバコ吸わないんですよ。僕はタバコ吸わないよ。健康に悪いからって言っても、タバコと同等の害はあると思い、 言えないんですよね。あ <laughs>、これは言っちゃった危ないんで <laughs>。いや、本当に。いや、冗談じゃないんですよ。あの、ちゃんと全部調べましたから。反論する人はね、ちゃんと全部科学的なデータ全部目を通してから反論してください。あの、これ冗談でも何でもなく徹底的に、もうすんごい長い間調べて、あの、ちゃんと結果を得てますから、私の場合ね。あの、冗談じゃなくて、柔軟剤、芳香剤、タバコとほぼ変わらないですよ。本当に。あれはね、 よくないです、ね、だから、に匂いが出るものって全部同じですよ。まあ、固形の物質なの。本当ですよ、うん。だから、あの、タバコ吸わなくても結局同じことになっちゃいますよね。そんなの置いといたらね。本当に。あもう知らない人が多いんでびっくりですけど、あとは、まあ家の中でね、殺虫剤、何かあの缶のスプレーの薬品をまく。とんでもないことですよ。本当に、地味を縮まりますよあの。あとは防水スプレーを家の中でまく。 いやーもう、寿命縮みます。あれ、肺につついたら取れないんでね、肺の内側に。で、息ができなくなる酸素量が減るんですよ、自然に。で、具合が悪くなっていきます。で、なんでだろう、なんでだろうって、そりゃ家の中でスプレー巻いちゃいけないですよね。どんなスプレーも巻いちゃいけないんですよ、家の中で。あの、全部スプレーには化学薬品の猛烈なやつ入ってるんでね。それを吸ったらもう、ほんと、危ないです。だ子供がいたりなんかして、ちっちゃい赤ちゃんがいるところでね、平気でスプレー撒くしていますけど、 いやいや、もう気が知れないですよ。本当に。もう大変なことになりますから、もうやめていただきたいと思いますね。本当にね。大人だったら、まあもう、しょうがないですよ自。自己責任なんでね。もう自分が巻いちゃってるんでね。だけど、ちっちゃい赤ちゃんって何もわかんないところで上でシャーって巻いたらね、本当、あの、本当に。それだけで、あの、なぜか皮膚がね、なんかただれてアレルギーだわって、それは当たり前ですよ。あの、それ吸っちゃってるわけですから。いっぺんに体に来ちゃうんでね。それぐらい良くないんですよ。 本当に。家の中で化学薬品をまいて吸う、これをやめなければいけないです。全部、本当に徹底的にですよ。あとあの洗剤ですね、あの合成洗剤、あの料理して、まあ、お皿とかに油がつくで、油汚れとか言うけど、あれ、汚れてないんですよ、だって食べ物ですよ、食べ物がくっついたのを汚れとか言ってるだけなんですよね。 でもテレビとかでそうやって言ってるので、それ汚れだと思って思い込んでる人がいっぱいいます。あれは違います。あれは食べ物がついているんです。だから、洗い流せばいいんですよ。洗剤じゃなくてね。何でもいいんですよ。何にもつけなくたって、あの、洗い流せます。あの、毎回毎回紹介している、ダイソーで売っている100円のえフライパン用の まあ、ブラシ、洗剤がいらないブラシっての売ってるんですけど、白い絵のやつですね、ちょっと長い、30センチぐらいの長さかな、先が丸いブラシなんですけど、でそれを使うと、まあ、フライパンの油汚れも当然、軽くちょっとしたあの細い水を出しながら、あんまりいっぱい水を出すと逆に落ちないんですよ。でちょろちょろ水を出しながら、それで洗うと簡単に落ちるのと、まあ、お皿とか、あの全部、私の家はそれで洗ってるんですよね。 で、もうだから、もう何十年も洗剤は買ってないし、使ってないんですよ。だから使う必要ないんでね、水だけ。まあ、環境にもいいですしね、体にもいいですよ。あの洗剤ね、本当にね、泡が出ちゃうぐらい、もうものすごい勢いで使う人いるじゃないですか。あれって、ちょっとぐらい流しただけでお皿にくっついてるんですよ。知ってます器にくっついてるんですよ。 でそれをまたその器を中途半端に流して、目で見ても綺麗になってるけれども、くっついてるんですよね。で、それを使って食事をして、その中に例えばスープを入れてまた飲む。洗剤飲んじゃってるんですよね。あれものすごい毒なんですよ、飲んだら。いや、寿命はもうもちろん縮むし、あの皮膚ボロボロになりますよ。本当に。だからまあ、あれも、 ね、できたらやめた方がいいですね。そのブラシで全部落ちるんでね。水だけでね。本当に。ちょっと考え物ですよね。だから皆さんどこまでそれを理解してるかということですけど、これまだ生活の中の、まあ、害があるっていうかね、悪いものの本当にね、一部なんですよ。いっぱいあるんだけど言えないんですよ。必ずあの削除されてしまうので、アイデと。とんでもないことになるんでね。いや、だけど、最低限の話をしてるんですけど、 ま、それ気をつけないといけないってことですね。体内に化学物質を入れない。これ本当に大事なんですよ。どれが化学物質かわかんないですからね。入れない方がいいですよ。本当にね。だから私はあの、まあ、自分の子供もそうですけどね、予防注射とか打ってないんですよ。全く。あの、化学物質なんだね、基本的に。あの、いいのかもしれないですよ。いや、わかんないですよ。いいか悪いかは、あの、私打ってないでわかんないんですけど。いい、いいも悪いもね。あの、全く、その客観性しかないんですけど。 あの、とりあえずは、化学物質は入れないっていうふうにしてます。ずっと。うちは代々、うちの、まあ、亡くなった、103歳で亡くなったおばあちゃん、父方のね、まあ、おばあちゃんがやっぱりそういう主義だったので、まあ科学的なものは体に取ったらいけないっていうふうにずっと、もう小さい頃からそうやって叩き込まれてるので、<laughs> もう本当に、まあだから嫌なんですよね。化学物質は体に入れない。もう まあ、そのおかげかどうかわかんないですけど、まあまあ、あの、ずっと病気って病気ないんですよね。まあ、たまに風邪ひいたりはね、5年に1回ぐらいするのかなそれぐらいですね。あと、あの、花粉症がすごくひどいので、まあ、それはもうしょうがないんですけど、まあ、時期が過ぎれば花粉症はね、収まるので。ということで、今日はですね、組み合わせなきゃいけない。いろいろね、バランスよく、体に食事、料理、食べ物ですね。 運動。あとはゲーム、読書。絵を描くとか楽器を奏でる作品作りとかね、集中できるもの。これをまず組み合わせて1週間の中で、まあ、あまり無理をしないように続けられるようにね、バランスよく組み合わせていくということですね。あと、1日に合計8時間以上眠れるように。しかも体をね、冷やさないようにしてということですね。 あとは体内に化学物質を入れない。どんな化学物質があるのか、ちゃんとね、あのまあ、身の回りのもの、家の中のもの、ね、日常生活で使っているものを見てみて、いやいやいや、これはやめとこうっていうのをピックアップしてね、本当停止した方がいいですよ。本当にこれは子供にに毒なんですよ。 子供って代謝があって新しい細胞にどん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 毎日変化していくんですよね。新しい細胞を作って、どんどん成長していってるんですけど、その新しい細胞を作る段階で、古い細胞から入れ替わる段階で化学物質がちょっとでも影響すると、良くない体とか、まあ脳もそうですよね。その脳が良くない細胞になっていくと、新しい細胞を作る段階でね、 記憶力とか思考力とか想像力が失われていくんですよ。これは子供にとってはね、かわいそうなことです。子供自身はわからないんですよ。これは大人の責任ですよ、本当に。だって子供が選んでそれをやってるわけじゃないんですよね。良か,かれと思って柔軟剤入れる。いい匂いだ。子供も、わあ、いい匂いね。全く危ない。もう考え方、もう根底から間違ってるってことですね。 子供のためには真逆、良くないんですよ。本当に。大人はね、代謝が落ちてるからね、どってことないですよ、もう。ね。本当に、あの、代謝落ちちゃってたらもう何入れたって、まあ、そんなには変わんないっていうことですけど、まあ、子供には良くないですよ。でも大人でも代謝してるんでね、代謝してないっていうのはもう止まっちゃってるってことですから、あの、生きてないってことですからね。だから生きてる限りは代謝してるので、それは良くはないんですよ。本当に。 うん、だからね、体のこと考えたら、いい匂いとかそういう問題ではないってことですよね。いい匂いなんか、たまにすりゃいいんだから、そんなしょっちゅういい匂い嗅いでな、でもあれをいい匂いだと思ってること自体がもう鼻がね、どうかなってると思うんですよ。あれっていい匂いじゃないですよ。私には化学物質の匂いとしか思えないですけどね。あの、嗅いだことありますよ。化学物質ですよ、あれは。完全に。私はあの、 化学物質アレルギーなんですぐ <laughs> 反応が出ちゃうんですけど、あれはダメですよね。本当にね。いい匂いっていのは本当に自然のね、例えば花の咲いてる匂いとかね、本当にあの海の潮の香りとか、本当にいい匂いですよ。それが本当にいい匂いであって、化学物質の匂いをいい匂いと思ってること自体脳がちょっとおかしくなってるってことですからね。やっぱり考えなきゃいけない部分ってある,あると思いますよ。本当に。 うん、ねちょっと皆さんちょっと考えて丁寧に進んでいきましょう。特にあの、子供たちがね、あの、いる、まあそういう関係している方っていうのは、まあ子供に影響しちゃうんでね、ちょっと気をつけていかないといけないと思います。ということで今日は、組み合わせの科学、脳と体と心をお届けいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。